はい、どうも、黒田正幸です。今日もありがとうございます。今日はですね、ちょっと変わった吹き方といいますか、技術、まあ、もはや技術と呼んでいいかどうかわからないぐらいなんですけども、一つご紹介させていただきたいと思います。ご覧のようにマウスピースを外しております。でこれで口をつけてですね、これをですね、トランペットライクトーンというふうに、呼んでおりまして、まあ、違う呼び方ももしかしたらあるかもしれません。これ正式かどうかというか、正式って何をもって正式というかもまあ分かりませんけども、過去にはですね、ラサン・ローランド・カークという方が、大変この奏法の名手で、一曲テーマをですね、この奏法で吹き切っているというライブ CD がありました。でまあ、まあ探してちょっと聞いていただければと思います。まあ、やり方なんですけど、もう別にやり方はへったくれも口にこうつけてですね、まあ、で金管のように吹くだけですね。唇を震わせるような感じですね。すごい練習をしたのかと、言ったところではございますけども、今日はあんまり役に立たない、技術の紹介でした。トランペットライクトーン、練習の合間にでも、挑戦してみてください。それでは今日は短めで終わります。ご視聴ありがとうございました。またの動画を楽しみにしてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。